はい、こんにちは。ハントショーダウン、今日もプレイしていきます。で、今回ね、知らない人とタッグを組んでプレイしてます。武器もね、ちょっとね、高いキャラを使ってるんですよね。なんか、200円ぐらいのやつ。200円って言ったらなんか課金してるような感じ。ゲーム内のお金でね。200、だいたい安いやつでね、90円とかなんだけど、今回200円ぐらいのちょっと高めの。で、武器がちょっとやっぱ違うんだよね。なんだこれ、ライフルに、この、サプレッサーをつけた、リボルバーですね。早速このサプ付きのリボルバーを試してみたい。結構ね、銃声が鳴り響くんでね、音はあまり立てたくないんですよ。っていう時にすごく便利なのが、この、サップ付きのハンドガンだと思う。まあ、まだ使ったことないからわかんないんだけど、どんくらい音を消してくれるかだね。で、まず最初のヒントの手がかりのところまで味方と一緒に距離を詰めていく。うわ、怖いな。しかし。まあでもなんか、ホラーゲームではないからできるね、まだ。近い。めっちゃ、つか近すぎる。ん？うわ、犬だ。ワンちゃんいる。ワンちゃん嫌なんだよな、俺。ちょっとまずさ、そっち、取りに行こうぜ。あ、もう目の前じゃん。これじゃあ、サクッと。手がかりをゲットしていく。マップアップデート。さあ、お次は？お、ちょっと使ってみっか。お！おぉ。おぉ。いいね。音が鳴らないね。すげえな。昔のサプレッサーってこんな感じなの？こんなんで音消えんの？消えないよね。さあ、塔の上に乗って、視界を確保。あ、結構近い。お、なんだ？あ、味方か。味方が、ショットガンかな、あれ。あの音は。ショットガンをぶっ放している。なんだ、あんなか。うわ、怖っ。敵だらけ。はい、ヘッドショット。お、味方だ、びっくりした。ナイフ構えてる。あー、ナイフもいいのかね。なんか音鳴らないしな。うわ、ちょっと近い肩に2発当てて倒したんだけど。でもね、リロードめんどくせえな。一発一発リロードしてんだけど。どうしたらいい？ここはめんどくさいんだよね。こういうなんかでかいやつがいるから。うわ、ヒルがいる。いやーめんど、ヒル。さあ、あれ、やだ。倒すか。おぉ、ちょっと待って。びっくりした。めっちゃ後ろにいいんだけど。走って。あ、なに？今のうちにやれってこと？よし、いいでしょう。はい。ナイス、味方。味方がね、こうやって、デカブツの気をそらして。あ、もういいんだ、あのデカブツは。手がかりを守っているわけでもないのね。さあ、二つ見たんで、残り一つ。あっちじゃん。さあ、サクッと奥の方へ行きましょう。今、カラスに鳴かれちゃったよ。カラスのね、鳴き声も結構他のプレイヤーに聞こえるみたいでね、ああいう細かいところから場所を特定されるんだよね。はい、ゾンビの頭を打ち抜いて。お、味方ついてきてくれてるね。あの奥か。さあ、急いで行きましょう。右の方が近いかな。あ、やべえ。やべえ、ワンちゃんだ、ワンちゃんだ。いて。あ、いて、出て、噛まないで。噛まないで。ちょっと待って、死ぬんだけど。もう死ぬんだか、俺。やば。こんなに食らってんの。ワンちゃんごときで。
ひどいな。まあでもね、そんな時のためにあっちでいいのか。これを用意してあるんだよ。ん？あ、どうやって使うんだっけ。右クリックして左クリック。あ、3つ全部使い切る感じだこれ。犬ごときに俺のアイテム全部一回一個取っとくか。まっすぐだな。プレイヤーどこにいるんだよ。これ今回ボス一匹だから絶対に鉢合うと思うんだけどな。おお。あ、普通のライフル撃っちゃったよ。あの奥か。いやー、暗いなぁ。なんか、明るいところはとことん明るいけど、本当になんかこんな鬱蒼とした沼って、もう不気味なんだけど。まあまあ、最後の一個巻いちゃうか。プレイヤーに出くわしてもあれだしね。最後の一つを巻いて。お、超近いじゃん、これ。いや、てかプレイヤーいないかな。すげえいそうなんだけど。モンスターあれ。奥とかにいそうだよね。コストサップ付きの銃で攻略しないと。お、なんか食べてる。よし。あー、デカブツいるな。どうしよう。なんか裏から攻めたりできないかな。あの奥なんだよな。さあ、味方どうする。うわ、あの蜂ゾンビもいるんだよな。あ、一番ね、厄介なのかな、あのなんか緑色の蜂をぶん投げてる、大量にぶん投げてくるやつがいるんだけど、あれがねすごい厄介なんだよね。結構遠距離からね蜂を飛ばしてくるんですよ。おお、目の前にいる。びっくりした。さあ、弾をゲットして、どう攻めようかな。なんか、あ、銃声。E の方か。そんなに近くもないか。どこだっけ？場所。あそこか。どうしよう、めんどくさいな。倒しちゃっていいのかな。どうする。やるかもね。はい。はい。なかなかハンドガンじゃ倒せないか。なかなかね、死なないね、あいつは。結構あた、お、倒した。うわ、ヒルがいっぱいいて嫌なんだが。倒して。弾もまだいっぱいあるし。まあいいかな。うわ、二人目出てきた。まだいたの。あ、戻ってくね。うわ、切ったね。ヒルいっぱい出てくるんだけど。めんど。さあ。
よし。よし、やった。よし、場所が分かったぞ。雲の場所が分かった。行くぞ。あいつムカつくからちょっと倒しとこうかな。蜂倒すやつ。蜂飛ばしてくるやつ。ほら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 。ナイス。ん？あれ飛んでねえ蜂。ちょっと待って。どういうこと？まだ生きてんの？うわぁ、くっそ、これが嫌なんだよな。緑の視界も、うわ、しかもワンちゃん出てきた、ワンちゃん。ワンちゃんいいよ、もう。ほら。あ、ライフル強い。ハンドガンなんか弱いな。で、雲が、あ、そこにいるのか。あ、じゃあ雲のとこに急ぎましょうか。よし。ちょっと注射させておこう。よし。もう終盤だな。なんかいてえね。よし。いや、リロードめっちゃとろいけど、まあ、かっこいいよね。あ、戦ってる。戦ってるよ、中で、これ。あ、いた！人がいる。よーし。あ、スパイダーもライフ半分ぐらいになってるしね。ちょっとこれ、どうしようかな。この、ランタンを使って、人間にランタンをね、当てるしかない。うわぁ、これ早いんだが。あ、ほら。くらえ。どうしよう。お、ちょっと待って。この下いいな。ここから入っていく。あ、いいね、この場所。頭一個出せて。どこにいる？一緒に共闘するか？いや。違う、これはそんなゲームじゃない。さあ出てこい。プレイヤーを借りたい。あ、奥にいるね。奥の方、あ、いたいたいた、いた。はい。おー、ダウン取った。よし。ただ、タックだから、もう一人いるはず。さあ、どこにいる？助けに来るんじゃないかな。助けに来そう。助けに来たところをズドンだな。さあ来い。味方が、家の周りを、よろちょろ。一応、あ、来てる来てる。一発当てて。あ、いいね。当たったかな、今。お！お！倒した？倒した。二人倒したぞ。うわぁ、うわぁ、ちょっと雲の攻撃を食らってしまった。来たね、視界が来たね。これ何かけられてんの？この緑色のやつ。毒っぽいやつ。うん、外、お、びっくりした。味方か。いや、この、お、消えた消えた。どこにいる？とりあえず、あの死体から物を回収したいが。どこ？上の方なんで、上の方カタ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 動いてんだよなぁ。あ、いる。あれか。あ、移動した。早っ。つかさ、あの雲動き早すぎんでね。あ、奥にいるね。出てこないかな、雲。いやぁ、なんか雲恐ろしいな。勝てんのかな、これ。ちょっと。どうやって倒せばいいかわからん。お、回復のやつあんじゃん。つまんないこれ。奥の方のプレイヤーからお金を
お金をゲット。ファーストエイドキット。もうなんか上とかに、あ、いたいたいた、いた。ほら、ほら、ほら。おぉ、危ねえ。どこ？どこにいる？クモちゃんよ。あの、迫ってくる感じが怖い。うわぁ。いた。いた。どこだ？はえぇ。動きが早い。いた。どこどこ？いた。ほら。ほら。お、倒したんじゃない？これ。あの、なんか動いてる。まだ動いてる。おぉ。倒した。バニッシュザスパイダー。スパイダーバニッシング。よし、いいね。いいね。味方がね、うまいですね。今回組んだ味方さんがちょっとうまくてね。助かってます。ん？なんか足音しない？ここに4つ死体があって、うちらがいるってことは、残り4人ぐらいいるんだよね、きっと。ちょっとここから外を覗いてみましょうか。もうバニッシングっていうことは周りのプレイヤーにも通知されてるはずだから。いると思うんだよね。もうなんか味方ついてきてくれてる。すごい協力的なんだよな、この人。すごいわ。タッグプレイのやり方も分かっている。さあ、場に集してる間、まったり待つっていうのもいいんだけど。うおぉ、雷落ちてく。すげえな、いろんな地帯がもうゴロゴロしてるよ。で、弾もゲットしたし、なんか死体からファーストエイドキットもゲットしたしね。完璧じゃないもん、装備的には。窓開けとこか。こっから外見たりしたい。プレイヤーがいればこっから撃つんだけどね。50%。あ、いる。近い。ちょっと待って。これをぶつけてやろうか。あ、すげえ走ってる。近いぞ。近い近い。すごい、そこにいるね。あ、来た。さあ。おぉ、めっちゃ食らったし、今の。クリーンヒットしたと思う。あ、一人やられた。すげえ、味方すげえ強いな。今の火炎瓶。絶対にクリーンヒットしたと思う。どこだ？おぉ！わーって。あ、すげえ。味方が全部倒しちゃったよ。うまいですね。今のなかなかな、あれじゃん、コンビ技じゃないの。私の火炎瓶直撃からのショットガンでトーデムを刺していくっていうね。お金50円ゲットしました。いいね。で、残り2人か。 Here. 何何、ここ。あ、これね、いただきました。 Now we kill three team. で、残り2人、もうあれかな、死んだのかな、来ないってことは。10人だったらまだいると思うんだけど。で、あ、バニッシュ終了。バウンティーが出てきてるんで、こいつを取って、さ、出口へ向かうぞ。どうしようかな。あ、近いじゃん。ここまっすぐ行ったところ、行けばいいか。こっから外から出ようか、さ。で、この木の柵を飛び越えて、で、道の真ん中をね、歩くのはちょっと危険なんで、この木をね、縦にして逃げていきましょう。
まあ万が一ね、いる可能性もあるからね、残り2人。プレイヤーがまだいないっていう保証がないんで。出待ちを気にして。よし。ここでサイレントキルが生きていく。もうなんか結構ゾンビが多いな。音でバレそう。あそこか。あの馬車のところがエンドポイント。さあ、道の巻きを、草を利用して、索敵も同時にやっていく。やつ先に撃たれるんだよな、このケースって。撃たれないと場所はわからん。気づいてないかな？ちゅうか、いないかな、これは。さあ、エンドポイント周辺に着いたんで、脱出口へ移動しましょう。さあ、20秒持ちこたえたい。あー、なんかこの感じだといなさそうだね。来ないね、俺いないね。これは普通に倒してクリアかな。はい、3、2、1。おー、いいね、クリアした。スパイダー倒して、あれ二人で4キルぐらいしてんのかな。いいっすね、ハント商談。無事帰還、モンスターを倒して帰還できました。結構ね、なかなか勝てないんだよね、このゲーム。今回勝ててよかったです。なんかマップとかもまだこのマップ一つしかないみたいなんでね、なんか新マップとか出てきたらちょっとやってみたいんですけどね、今はこれしかないっす。で、スパイダー倒して、なんだこれ。あー、見つけたやつか。めっちゃお金増えていく。もうやってて思ったんだけどね、なんかこれガンガン高いハンター雇ってもね、お金なくならないんでね。もう200円300円のハンターガンガン採用していきたいっすね。結構ね、1回のプレイでお金増えてくるんで。エクストラクション。ハンタースキル4。で、これガンガンレベルが上がってくるんですよ、ハンターの。なんか、レベル10だかなんだかわかんないけど、スキル1個つけれるんだよね。めっちゃ上がってる。お、で、さらに追加経験値で。アンロックが、お、ファーストエイドキットアンロックがでかいぞ、これ。ファーストエイドキット3つあるからね。はは。完璧すぎる今回のミッションサマリー。はい、そんな感じでハント商談プレイしてみました。以上です。